皆さんの中には、いわゆるブラック企業にお勤めの方はいらっしゃらないだろうか？長時間の労働やパワハラ、残業代の未払いや到底達成できない大きすぎるノルマ。そんな環境で頑張り続けて、心を病んでしまう人は少なくない。今回は、実際にブラック企業で面接官をやっていた一致による暴露スレだ。やばい会社の見分け方や、ブラックすぎる社員研修など、リアルな現状をすべてさらけ出してくれている。就活中の人にも、現在ブラック企業で働いている人にも、ぜひ最後まで見てほしい。それでは早速紹介していこう。2年間ブラック企業で人事担当だった俺がいろいろぶちまける。俺し、縁故中途採用で入社後人事で面接を担当する無能、会社、IT 関係のメーカーと言っているが実態は独立系企画馬街の販売会社、毎月10から15名を中途で採用しなくてはならない、ブラックすぎて次々逃げるから、毎月の採用費を150万かけても、1月1名定着すれば元が取れる、なので月間100名以上面接をすることもざら、新卒教育に忙しい月間は取らないので実際は5月から2月までが採用枠。1レス目からパンチライン続出だ。ブラック企業の真実が、ここぞとばかりに展開されていく。採用の基準というか、面接の基準というか、給与面の数字に関してははっきり伝える、残業など現場の流れに関しては濁す、相手の話を聞くより会社のメリットを喋る方に時間を割く、学歴優秀な子より飲食、土方、体育会系などストレス耐性がありそうな方を選ぶ、Y の面接の翌日に役員面接を組み考える時間を作らせない、役員面接で落ちる奴はほとんどいない、とりあえず入れてから叩いてしつけるが基本、中途面接パターン A 夢見ちゃった系。うちの会社は就活サイトにかなりいいことが書いてある。週休2日、月給28万、残業は1日1時間あるかないか程度、歩合平均20万、月160万稼いだ例も、学歴不問、経歴不問、営業未経験でも研修を行うので安心などなど。そこで来るのが何の学歴も経歴も持たない夢を見ちゃった系。底辺な人生を歩んできたけどこれで一発逆転はっほい的な発想をしているばまるだね。よく調べればわかりそうなもんだが。土方で馴染めなかったやつや飲食で年を食ったやつが多いカテゴリー、大体仕事がきついって逃げる。バマルとはなかなかひどい物言いだが、人間は感情の生き物、あわよくば、と考えてしまう人につけ込むブラック企業が最も悪いのである。パターン B 同様系。IT 系営業ってどこもかしこもブラックっぽいから、そこから逃げてきたやつがたまに来る。でも本当の IT 営業なんか比にならないのがうち、電話回線営業やコピー機の延長線上で高く売れるから IT やってるってだけだからね。知識や経験あるからと自信満々できて前職より具合がいいからと期待で胸を膨らませている。ストレス耐性がないタイプが多いから半分は面接で落とすことになるが、たまに同様の販売方法をしていた会社から流れてくることがあるので採用する。そして全然売れなくて逃げていく。残ったとしても優秀な営業マンになるタイプは出てこなくて管理系のバックヤードに回される。パターン C 人間関係疲れた系。経歴不問で広告を出していると無駄にいろんな職種から応募がある。看護系や公務員から流れてくることが多く、面接では丸んだ目を必死に押し隠している。このパターンは向こうから以前の職場では人間関係で、とはならないのだが、退職決まっていることが多いのでわかる。ストレス耐性は十分にあるが、逃げた過去を持っているだけに扱いを慎重にならざるを得ない。なので合宿では一番に叩いて様子を見る。その後1ヶ月以内に逃げるのがほとんどだが、たまに残るといい成績を残したりする博打カテゴリー。なお、合宿担当の中ではレアガチャと呼ばれていた。パターン D 第2新卒系。企業か政府か知らないがいい感じの言葉を作ったと思うが、はっきり言って社会人なり損ないの即逃げく丸坊主、新卒でいい金もらおうとしてうちみたいな地獄の会社に入ったなら許されるが、聞いてみたらまともな会社をまともじゃない理由で辞めているパターンがほとんど。辞めた理由を聞いた時にキャリアアップ的な言葉を言ったくせに空白期間があるか、バイトしてるからバレバレ、そういうのは自分が情けないことしてるくせに逃げてるパターンだ。そんな奴がうちで戦力になるはずがないので一旦採用しておく。案の定、すぐ逃げて履歴書を汚すだけになる。たまに何も考えてない奴が紛れていて、暴力さえ振るわなければ居残って安い給料のままこき使い続けるコマが出てくるので便利。叩くって何？パワハラ。ストレス耐性のあるなしをチェックしているようだが、先にストレスのない労働環境を準備しておくべきだ。だがそんな一致もまた、被害者なのだろう。解説はまだまだ続く。パターン E 転職エージェント系。こいつらが一番脳みそを花畑、いろいろな経歴から流れてくるが転職エージェントにおすすめされたからとかいう理由で面接に来る。エージェントも商売だからね。
広告プラスオプション料金と紹介料をいっぱい払う企業にどんどん送り込んできてくれるわけ。向こうはうすうすこっちが出してる条件と違うことくらい気づいているはずだが、結局向こうも商売でうちが客だから何も言わない。ある程度、月の面接数と採用数を確保できるからワイは重宝しとるで、転職エージェントに文句を言ってまで退職するやつは稀だから、特にトラブルになったことはない。企業に物売るんだろ、売られた企業は激おことかならんの。激おこになってる会社も多いが、もともとが中小企業や個人経営主向けビジネス、即決ビジネスでリスク増せるから解約できない、というかするの大変、訴訟抱えまくってるよ。全く笑えない話である。てかもう辞めたんだ、どのくらい働いてたの、年収良かった?2年間働いてたよ、もう辞めたよ、今は就活中だけど何か裏が見えて嫌になっちゃう、普通に退職届書いて1ヶ月有給使って辞めました。なんで辞めたの?いろいろと嫌になったから。ああ、業種は違うけど、転職エージェント系はほんと何にも考えてない奴が多かったな、面接でちょっと話してるだけで、何しに来たんだお前、と言いたくなるような。お前も人事、転職エージェントもちゃんと話してないんじゃないかなってくらいだよな。あれなら後から話が違うってならないのがよくわかるわ。いや、専門職だけど、部署での採用は見てる。もうその筋からの話は断ってもらってるよ。そうなんだ。金がかかる話だからちゃんとした人材を入れたいなら断りの一択でいいと思うよ。とりあえず金はかかってもいい。質はともかく面接数と採用数を確保したいとこ向きだね。最近の業者は採用するまで無料とか採用後3ヶ月以内の退職だと無料とか半額やってるね。闇深すぎる採用状況が恐ろしい。一致の告発であった。ブラック企業に就職したくなければ、離職率は必ず確認しておいた方が良さそうだ。そしてここからは、ヤバすぎる企業の実態も語られる。うちの会社の役員たちは企画出身者多いんだが、そいつらが全盛期でやってた商売がいわゆるコピー機やら電話機のリース商法、そのノウハウをもとにホームページやら顧客管理システムを売る会社なんだよね。だから相手は中小企業や個人事業主、飲食店とか理容室、リースで月3万から5万でそういうの売られて解約したいけどできないやら金を払ってないから裁判になりそうやらそういう情報サイト溢れてない ?893 のフロント企業だろ。893じゃないよ、893が裏にいる会社の方が真っ当なことやってると思う。従業員と客を食い物にして儲けているのは社長と役員のみだわ。社長、1000万円台のイタリア社、マネージャー、ジャリ通、新卒は中途に比べれば扱いやすいのが多いんだが、そもそもこんな会社を受けようとするのが少なくなってきてる気もする。第一、民衆とか情報交換サイトにうちの会社の悪口書き込まれまくってるからね。新卒は中途に比べてきちんと調べてるやつが多いよな。それなのにもかかわらずうちに来るってことは相当就活困ってるか、頭悪いかのどっちかな。楽天グループが運営する就活応援サイト民衆では、就活生によるリアルな口コミが書き込まれている。特にネガティブな口コミが書き込まれた後は、エントリー数が減る、内定自体が増えるなどの影響もあるそうだ。事前にチェックしておくことで企業の裏の顔が見られるかもしれない。新卒パターン A のりだけのやつ。文系 F ランあたりに多い。というかこんな会社まともな学歴のやつは受けない。サークル活動に頑張っていたが、どう見ても役職にはついていないか。名目上のサブリーダー。こういうやつは入社後もノリだけでやっていくから、やや当たりは外れという二択になる。定着率だけはいいから外れは給料の安い管理系に放り込んで社畜を完成させて以上終了。新卒パターン B 意識高い系。意識が高いやつはちゃんとした企業に行くから意識高い系しかこんなとこには来ない。学歴はいろいろあるにしても何も残してこなかったパターンがほとんど。受け答えが完全に型にはまったことしか言わないので、ちょっと外れた質問をするとあわあわになってしまうので笑う。定着率が悪いがノリだけのやつをうまくまとめる合宿リーダーになれるので、10人に1人くらいは混ぜておく。さっきから人を物のように言い放つエッチ。気分が良くない人もいるかもしれないが、こんな人々の被害者にならないためにも最後まで確認しておこう。新卒パターン C 焦ってる系。自分の価値を勘違いして大手やホワイト企業に受かるはずと思っていたら就活がどんどん長引いて焦ってるパターン。意外に掘り出し物が眠っていることもある。大概は外れで入社後に化けることはない。単純に営業に向いてないのに受けに来ちゃってる時点で就活に脳みそがやられているだけ。サクサクっと二次面接、役員面接とスケジュールが進むから、やっぱ俺優秀、大手見る目ないとなって簡単に落ちる。合宿で大きくへこんで入社前辞退になるケースもある。騙し騙されの世界だな。いやー、従業員と客が一方的に騙されてる世界だわ。携帯でピローンってやってメアド抜き出して DM 送るシステムが400万すると思う。月間あらり300万とか売ってもノルマ超えないのどう思う。新卒パターン D お前ら系。
根っこはお前らなんだが、中途半端に意識高い系に毒されているから就職しようとしている。はっきり言ってストレス耐性ゼロのやつが多いから入社させるケースは稀。営業で成績を一定以上残せず逃げてくパターン。去年の新卒で一人残ったやつも管理でこき使われてる。ブラック企業に入社したい人はゼロなので、落とされればもはや勝ち組だ。研修も割とインストラクター側で参加してた。と言っても営業の研修なんて一切ないってレベル。商品知識は詰め込むけど、本当に核となる部分は教えない。というかホームページ部門なんてワードプレスのプラグインをテーマを駆使して自家製ツールみたいに見せてるだけだからね。ある程度知識があればバレるから教えない。営業研修も精神論詰め込んで終わり、丸抜まで諦めるな。丸抜きでやれ。本気でやればできるを言葉を変えて繰り返すんだわ。研修は合宿で行う。新卒は4泊、中途は2泊、1泊1000円ちょい、食事は1食600から800円くらいの山奥の研修施設で行うパターンが多い。何回か行ったが飯がうまかった試しはない。あ、ちなみに合格後に合宿あるって伝えるパターンがほとんどね。そうしないと中途は入社辞退しまくるから。合宿ってどういうことやんの？ OK 今から書く。管理系業務詳しく。合宿の後に書くわ。なかなか面白そうだ。超絶ブラックの証券営業をやってた俺としては興味深い。今は医療種で独立して仕事の手を抜きまくってるが。合宿の内容だけど社会人的な研修、例えば名刺交換とかそういうのは中途の時はやんない。新卒研修では申し訳程度にビジネスマナー講習もやるけどね。ほとんどの場合はよくあるグループワークを10から12くらい行うんだが、はっきり言ってほとんど無意味。大事なのは社畜精神を植え付けること、ストレス耐性を見極めることだけ。意味のあるワークは40キロ山中行軍と発声練習ぐらいなもんだ。発声練習は社訓をただひたすら大声で叫ぶだけのもの。どんだけ声を枯らして叫んでも、本気じゃねえ、声が出てねえ、丸抜きでやれ、と罵倒し返す。直接暴力を振るうことはないが、パイプ椅子を蹴ったり床を踏み鳴らしたりプレッシャーを与えるためには何だってやる。一瞬下向いただけのやつを10分間罵倒し尽くすことも稀によくある。40キロ山中行軍。想像するだけで吐き気がする。しかし、まだまだ序の口だ。40キロウォーキングは合宿前には何も知らせず初日の説明で行う。ルートを決めて、7時間とか8時間の猶予内にゴールをしろ、とだけルールを説明する。女子がいてもおっさんがいても関係なし。そして走らせて帰ってくると大体の奴らは勝手に感動して泣いてる。飯と休憩時間を与えて感想戦を行うんだが、そこで罵倒の嵐ね。まず時間ギリギリになったチームは罵倒。脱出しても歴代記録を気にしなかったチームは罵倒。足をつって迷惑かけた奴がいたら罵倒。そうやって罵倒と褒める、感動を繰り返して洗脳していくんだな。怖いよね。ちなみに夏の中途入社合宿だと昼に走らせると丸人が出るから4時出発とかになるのね。俺らも2時起きとかだから地獄だよ。冷静に聞いていると、40キロ走って罵倒されたら、一人くらいは切れてもおかしくないだろうと思ったが、そこでは、洗脳が始まっていた。参加者はすでに正常な精神状態ではなかったのだろう。合宿所にもよるけど大体朝6時から最初の研修を組む。すると研修生は5時前には起きないとダメなのね。夕食、風呂の後にも1、2コマ挟んだ上に、研修生同士でミーティングやら何やらをやらせるから、寝るのは1時2時、睡眠時間も奪って、外界への通信手段も奪って、夏は暑すぎる、冬は寒すぎるという環境で簡単に洗脳されていく姿を見ていると楽しい。最終日は罵倒役を同じ研修生同士でやらせて、泣かせておしまい、これで社畜の完成です。新卒にはかなりの効果を発揮する合宿だけど、中途合宿は期間も短いし、経験ある奴が多いわけだから洗脳が解けることも多い。なので逃げてく人間も多いよ。でも、研修を始める前と比べたり、同じくらいのブラック企業に比べて離職率が低いと思う。それでも笑えるくらい高いけどね。恐ろしすぎるブラック研修の様子を淡々と語るエッチに震えが止まらない。大声での罵倒や否定はよくある洗脳の手口だ。気づいた時点で逃げ出してほしいと切に願う。管理系業務で営業失格が追い込まれるのは脳神経の部署ね。営業があれやこれや嘘ついたりして契約取ってきたものを客前に持っていくところなんだわ。サポート限定で募集もかけてるが、待遇良くないからあんまり応募来ない。だから営業失格者が集まってるから空気悪いよ。今は何してるの？就活中ということになってるぜ。そっか、次はいいとこ見つかるといいな。ありがとう、少しゆっくりやるよ。顧客管理システムでもホームページでもやることは一緒。テレアポして無理やりアポ切ったら客先に何時間でも居座って契約書をその日に書かせる。それは全部ビジネスクレジットっていうリースみたいな契約。月額3万から5万くらいで、60回払い5年契約を結ばせるんだ。次の日にはリース会社の承認が降りるから騙された会社に逃げ道はほとんど残されてない。リース契約にはクーリングオフの適用がなく、原則として中途解約ができない。
調べてみると、このようなトラブルはかなり多いようで、経済産業省からも注意喚起が出ていた。契約前には複数の業者から見積もりを取る。リース料や期間を細かくチェックし、即日の契約は絶対にしないようにしよう。システム作ったりホームページ作ったりは外注だから、会社には営業、人事経理の管理部、契約関係まとめる部署、納品する部署しかいない。納品する部署はコールセンターを兼ねるからクレームを受ける部署にもなるんで、精神的なプレッシャーが半端ないらしい。鬱で消えるのも多いから使い捨て部署だな。で、外注に出して出来上がったものを客先に持って行って、最終的な書類に判子をさせる、支店やら販売代理店やらが全国にあるから出張も多く過酷なところなのに、基本給が営業より低くて24万程度、不合もないっていう地獄、俺が採用して営業から飛ばされていった子たちが次々と消費され消えてくよ。何の知識も与えられずに放り込まれるからホームページ売っててもタグすら知らないやつばっかり、だからトラブルも本当多い。トラブルの多さで言うと、ネットで悪評を見たから解約したい、営業の言ってた機能がない、これに関してはマジでこの機能があるあるとは言ってないって逃げる、納品した時にわからないことがあって持ち帰り、これって普通の商品でありえないだろ、それで納品先延ばしにしても絶対に解約させないんだ。この段階で解約するなら違約金払えって形になる。サービス業やってる客は揉めるの面倒だから、だったらちゃんとしたものを届けろ、になるよね。その板挟みですよ。社員に対してだけではなく、顧客に対しても相当なブラックっぷりだ。限りなく詐欺に近いような気もするが、こんな会社があっていいのだろうか。お前らがもしこういう悪徳リースを組まされた時に言うぞ。1、商品が届くまで絶対にリース会社に OK は出すな。2、商品が気に入らなかったら絶対にリース会社に OK は出すな。3、文句はリース会社に直接言え。これにはマジで3が一番効く。こういう会社にとってリース会社に契約を切られるのが一番きついから。あとは全ての営業に対して言えることだけど録音を取っておくことかな。一度でも契約してしまうと、言うこと変わるし、議事録やら覚書を交わすことはしないから、最初来た時から録音を取っておくしかないだろうな。ちなみにうちもそうだが、こういう会社は全て勝手に録音取ってるからな。電話なら想像つくだろうけど、大抵の営業マンは IC レコーダーを隠し持ってるよ。契約書もよくよく見るとできるできるとは言ってない。勘違いは客側の責任。解約はできない意思直球あたりの文言が小さな字で書いてあるよ。ま、契約ごとはその日にやっちゃダメ。契約書はちゃんと目を通してから名前を書くってことだよな。ちなみに営業で相手先に契約書を置いて帰ると始末書らしい。どんだけなことが書いてあんだよ。遅かれ早かれ潰れるな。お、人いた。それが右肩上がりで成長中なんだよな。立ち悪いことに、しかも商材をちょいちょい変えていってるから長持ちしそうな気配しかしない。見てるぞ。ありがとう。販売している商品も、売り込み方も、かなり悪質で、もはやブラックを超えた漆黒企業だ。契約前に、内容をよく確認をすること。当たり前のことだが、改めて認識させられた。誰もいないっぽいけど印象的な中途採用のやつを晒すわ。一人目中卒土方。何を言ってもそうっすねーって面接に挑んできたもさ。こいつは落とすつもりでいたが、20人採用がノルマだった中、内定出した奴がギリで辞退して Y が激詰めされようとした瞬間、採用電話をしても飛び込んできた救世主。今までの仕事できつかった思い出はという質問に、夏、暑いんすよねーと言った。合宿で過呼吸になるくらい号泣して感動したのだが、ほぼ見た目が893の上司に1時間説教されて2ヶ月で逃げた。二人目元ホスト。というか面接の段階では現役ホスト、自慢できることは何かあるという質問に対して、背中の入れ墨カッコタブーではないを見せてきた、立派な般若が、落とすつもりでいたのだが、ある役員に話をしたら面白いからという理由で採用、軽くタブーがあるだけで懲戒になる会社が多い中で余るかとは思ったが、まあ役員の背中にも立派なものが隠されているという噂だから気にしないでおいた。半年くらいで営業中に帰ってこなくなったらしい。おそらく失注後の業務連絡で激詰めされて逃げた模様。先日、歌舞伎町で見かけたという噂もあったが真偽不明。入社後に社内で会ったら合格のお礼を言ってくるくらい礼儀はしっかりしていたので残念。3人目元飲食店店長。うちの会社は35歳までしか採用しない。そんな中、37歳で応募してきたおっさん、とりあえず採用ノルマをこなせる状態になかった Y は面接だけしてみることに、すると半年前に自分のやっていた飲食店を潰して借金を抱えていることが判明、そういう社会的にドマイナスなことがあると反骨精神で成績を残すというジンクスに囚われている執行役員に話をして特別に採用することに、面接で具合の計算式をやたら聞いてきたのはマジで金がないんだな、と。
契約を1本取れば100から200万円の粗利が出てノルマをクリアすれば毎月100万超えの給与もあり得るという、希望的観測にのみよって構成された計算式で説明すると、目が円マークになっていた、2ヶ月でノルマの額が毎月こなすのが不可能に近いくらいに設定されていると知り退職、会社都合の退職にしてほしいと相談を受けたが、そもそも研修期間で老期から金でないよと言われて帰っていった。採用ノルマを大量に抱えた一気に無慈悲にももてはやされてしまった彼ら。退職した社員たちには、逃げられてよかったという感想しかない。4人目18歳。中卒で飲食店に働きに出ていた静岡の熊るガキ、いかにも田舎のヤンキーみたいな感じでノリと元気は良かった。18歳になるかならないかくらいで面接にやってきてタバコの匂いを充満させてた。タバコやるの?と聞いたら、吸ってません。だって、喫煙者にはすぐわかるっつーの。そういうのが好きな執行役員の部署へ配属されてから鳴かず飛ばず、社長もこれは大物になるか、すぐ辞めるかどっちかだと言っていたが1年経ってもまだ一般社員のまま在籍中、本人は東京に出てこれただけで満足な模様。面白いな。ありがとう。5人目ナイススメル君。うちの会社地方にもあって、現地採用をしてないから全部面接は Y が行くのね。合宿後に東京で1日研修をやって地方に移動するんだけど、面接は全部現地でやる。そんなんで大阪に行った時に履歴書見てるとこいつは、というやつがいた。元不動産や、賃貸とかじゃなくて投資用のいわゆるテレアポ系で離婚歴あり、養育費ありという不良債権、こいつはうまく仕込めば成績残してくれそうと思った。面接で部屋に入った瞬間に気絶しそうになるくらいの脇が持ちだった。狭い個室だったから丸ぬかと思ったんだが、なんとか切り抜けてとりあえず役員面接に進ませることにした。脇がで頭がやられてたかもしれない。地方の役員面接は、支店長がするんだけどブチギレるブチギレる、面接予定時間から5分もしないで出てきて東京にいた Y に電話で激詰め、あんなくせえやつ毎日事務所にいたら俺が丸ぬわ、だそうです、彼はどうしたんですか、と聞いたら、健康に問題がある人間は雇えないから帰れ、と1分で帰らせたそう。大衆ケアを怠ることはスメハラにもなりかねないが本人も悩んでいるかもしれない。伝えづらくデリケートな問題だ。一番長い人でどれくらい勤めてるの?15年くらいいるやつもいるよ。取締役から数年で平社員まで落っこちてたけど、マネージャーだと8年目とかもいるね。役職つくくらいになると長くいる。逆に平はすぐ消えていくから中間層がいないってやつ。6人目息子くん。面接の基本は相手のことを聞かずにこちらのことを語るって書いたけどそれには理由がある。要するに面接ですごいやつを見極める必要はないんだよね。ブラック企業の理不尽さと勤務体系に耐えられる人材であればとりあえず採用して叩いて伸ばす教育。教育するとは言ってない。だから、相手がこの会社にはこんなメリットがあるから、働いてみたいやでー、と思わせればいいんだ。そういうやつは合宿で多少な理不尽にも耐えるし、耐えれば洗脳されるしな。こいつはそういう意味で全然違った。しょっぱな、今までの職歴について話してくださいと形式上の質問を振ったら、そこから15分語ってた。こちらが止めようとしても語ってた。要約すると親父が飲食店を経営していてそこで大卒から10年間ずっと働いていたらしい。そして親父はすごい。親父は仕事ができる。親父は地元の飲食業界で伝説を作ったと親父賛美が止まらなかった。だから息子の俺もすごいよ的な発想ならまだわかるんだが、別にそうはならないんだよね。親父すごいばっかり。そのすごい親父の元でずっと働いてればいいんじゃないの。将来社長でしょって聞いたら、店は売上不振で潰れて親父は都内で清掃員をしているとのこと。は。って言ったら、サラリーマンでしかないあなたがは、とか失礼だ、と怒り始めたので、丁重にお帰りいただいた。さて、あとは一日の流れくらいしかさらすものないな。人事とか総務とかの一日の流れを書いてもしょうがないよな。条例で叫ぶ、社内はダッシュ移動男女ともに、くらいで、あとは普通の会社と一緒だもんな。すでに普通ではない。離職率は?高いよ。例えば去年の新卒は30人いたけど3人しか残ってない。俺が面接した中途も月10人とか取っても1人残ればいい方。全滅の月も多いわ。日本企業の離職率の平均が約 15% 前後ということから、90% は異常な高さだ。一般的には、だいたい 20% を超えると注意が必要だと言われるラインである。従業員数ってどんなもんで年にどれだけ人入れるもんなの?180人くらいで毎年新卒入れて150人くらいだから微増し続けてる。すげえ離職率、毎年会社が変わるようなもんだな。コアなメンバーは変わらないんだよ。下っ端がどんどん変わっていくから使い捨て状態だよな。マジか、陸ナビにそんな地雷会社出てるのかよ、衝撃だわ。うちだけじゃないぞ、普通に地下通系のブラック会社でまくりだわ。条件が隠されてたり、微妙に変わってたりするから気をつけろよ。結構平然と嘘書くから。すごいな、洗脳なんてマジックだと思ってたけど身が震えるわ。
目の前に金やら生活やら餌をちらつかせている状態だからな。中途がおかしいと思って逃げたくても生活があるから無理ってパターンで合宿中に洗脳される模様。ガチガチに洗脳かけても結構逃げられちゃうんだな。まあなあ、でも在籍している間はマジで社畜、7時に来いって言われてもゾッス、徹夜しろって言われてもゾッス、罵倒されても数字上げてない自分が悪いんだ。それでも毎月社長は給料をくださっているんだ。社長は父親なんだ。って感じ、なんかふっとどうでもよくなるみたいよ。一度洗脳されてしまうと、そこから抜け出すのは難しい。肉体的、精神的に追い詰め、思考力を奪う。長時間労働で外部との関わりを奪う。お前なんて他の会社でやっていけるわけがない、と自信を失わせ、逃がさない。そんな日々が続くと、簡単に人は壊れてしまう。早い段階でヤバさに気づき、逃げ出せた人に拍手を送りたい。毎月の採用費150万の内訳は？ほとんどが採用広告だよ。リクナビとかマイナビとか、あとはエージェントの成功報酬だな。インターンとかあった？インターンはない。研修期間はあるよ。エージェントの成功報酬ってどのくらいなんだ？多分、会社ごとによって変わる。高いところで年収の 30% とかあったけど、そういうとことは契約結ばなかった記憶。早くブラック会社見分ける方法かけよマルス。汚れのない瞳で見つめればわかるわい。マルスに教わると痛い目見るぞ。役員陣の名言1、権利と義務は表裏一体。権利を主張したければ会社から任されてる義務を全うしろ。って話から来てるんだが、これを飛躍して解釈してるから、有給どころか土日休みの権利を主張したければノルマという義務をこなせ、基本給という権利を主張したければ約、栄養交通費という権利を主張したければ約、会社がしなければならない義務は無視している模様。訴えられたりしなかったの？逆だったら山ほど訴訟抱えてるよ。従業員はパワハラやら暴力で労基駆け込む奴はいたけどね、大事にはなってないな。どうにか大事になってほしいものだ。そして一致は、ブラック企業の採用募集でありがちな文章についても解説していく。特に就活中、転職中も視聴者の方がいらっしゃれば心してみてほしい。経験なしでも OK。学歴、経歴不問、本来、教育が一番コストがかかる、一人前になるまでの人件費があるからな。つまり企業は即戦力をなるべく少ない採用費で求めるものなんだが、それなのにもかかわらず転職サイトにいくつも出して未経験を募集するということは、募集しても足りないくらい業務が拡大しているということは今の世の中ありえないから、単純に人がどんどん抜けているということ。そして誰でもいいから欲しいということは、雑魚でもすぐに使えるようになるくらい簡単な仕事か研修せずに仕事をさせるということ。若い力が活躍する会社です。若くないとクビなのかな。長居するやつが少なくて新卒が大量に入るから平均年齢が下がるのかな。みなし残業はありますか？裁量労働制ですか？面接でこの質問が出たら絶対に採用しない。なぜならこの制度は会社にとって少ない残業代で労働者をこき使う魔法の制度だから。基本給9万、みなし残業代16万、いろいろ名目つけた控除マイナス2万、研修の給料はこうなる模様。みなし残業とは、あらかじめ一定時間の残業を含めた契約のことだ。そして、裁量労働制とは、実際の労働時間ではなく、事前に定められた時間を働いた者とみなして賃金を支払う制度だ。どちらも長時間労働の温床と言われることが多い。週休2日制、社内カレンダーによる、これが一番信用できない。なぜなら週休2日制かっこ2日休みとは言ってないが法律やら条例やらで認められてるから、完全週休2日制に関しても祝日休みと言ってない時点でグレー、社内カレンダーもアウト。うちもそうだが、平然と出勤扱いの土曜がある場合がほとんど、月の労働日数25日あるからな。ちなみに営業はノルマこなせてないと土日も普通に出る。カレンダーで休みの土曜が役員から命令で出勤になると1万くらい手当がつくが、手当が出てるんだから丸抜きで契約持ってこい、となる。断るとパワハラ祭り、罵倒、暴力、人格否定、物を投げる、だから断れない模様。なお、マネージャー以下の上長に出勤強制されると残業代は出ない。こいつらは日曜日も普通に部下を働かせて休む。一見わかりづらいのが週休2日制と完全週休2日制の違いだ。1ヶ月の間に2日休みの週が、少なくとも一度あれば週休2日制。完全週休2日制の場合は、毎週2日間休みがあるという意味になる。ちなみに地方で面接があるときは朝9時からスケジュールを組まされる。準備に1時間は最低かかるから前入りが基本。地方事務所の鍵なんかないから向こうのスタッフがいる時間に前入りしなくちゃいけない。月曜に面接があると日曜の夕方にはついてなくちゃいけない。名目上日曜は会社に人はいないはずなのに、そして15時くらいに着くためには1日が無駄になる。残業代、休日手当は出ない。
さすがにホテルは会社が出してくれる、建て替えになるけどね、どこに行っても6000円以下のところしか泊まってはいけない上に差額自腹のつもりで高いところにすると、会社が決済してくれず全額自腹になるので名古屋なんか3駅くらい離れたところに泊まることになる。怖すぎる。一致によるブラック会社の全貌であった。このような企業が実際に存在していることがとても恐ろしい。心身ともに傷ついてしまう前にこの情報を役立てて、ヤバい企業を見分ける指標にしてもらえたら幸いだ。最後までご視聴いただきありがとうございます。皆さんはブラック企業で働いたエピソードはありますか？ヤバい会社の見分け方、特徴などあれば教えてください。そして動画の感想もコメントいただけると嬉しいです。この動画を面白いと思っていただけたらチャンネル登録と高評価をお願いします。ご視聴ありがとうございました。